ターミネーター、ニューフェイトは2019年のアメリカの SF アクション映画。ティム・ミラーが監督、デビッド・ゴイヤー、ジャスティン・ローズ、ビリー・レイが脚本、ジェームズ・キャメロンとデビッド・エリソンが制作を務めた。ターミネーターシリーズの第6作目であり、ターミネーター2の続編で、ターミネーター3、ターミネーター4、ターミネーター、新起動、ジェニシスの別の時間軸が舞台となっている。主演は、リンダ・ハミルトンとアーノルド・シュワルツェネッガーで、それぞれサラ・コナーと T-800 ターミネーターを演じ、23年ぶりの再会を果たしている。また、新キャラクターとして、マッケンジー・デイビス、ナタリア・レジェス、ガブリエル・ルナ、ディエゴ・ボネータらが出演する。北米では、パラマウント・ピクチャーズ、中国では、テンセント・ピクチャーズ、その他の地域では20世紀フォックスが配給し、米国では2019年11月1日に、劇場公開された。批評家は本作を前作よりも改善されていると考え、キャストやアクションシーンを称賛したが、本作の物語上の決定や認識されているフェミニズムのテーマには賛否両論があった。本作は1億3000万ドルもの損失を出し、興行的には大失敗となり、今後の映画化の計画は中止された。本作では、ターミネーターとは別に常人より強い能力を持つ強化人間も登場した。国際配給は20世紀フォックスが担当し、日本でも当初は同社の日本支部が配給予定だったが、フォックスがディズニー社に買収された影響もあり、本作以降は20世紀フォックスの制作映画をウォルト・ディズニー・ジャパンが配給している。レーティングはアメリカ国内でR指定となっており、日本国内でも PG-12 指定となった。また、本作にはターミネーター2のオマージュが多く含まれている。1998年、スカイネット誕生を阻止し、審判の火を回避させたサラ・コナーとその息子、ジョン・コナーは、リビングストンにあるビーチを訪れていた。しかし、突如 T-800 が目の前に現れ、さらには見向きもせず、ジョンを抹殺する。スカイネットはジョンを抹殺するため T-1000 の他にも T-800 を送り込んでいたのだった。T-800 はそのままビーチを後にする。2020年、メキシコに住むダニーは弟のディエゴと共に勤務先の工場に出勤していたが、そこに彼らの父に擬態したレブ -9 が現れる。間一髪で駆けつけたグレースに助けられ、3人で逃亡を図るも、交戦は続きディエゴは殺害されてしまう。2体に分かれたレブ -9 は、グレースとダニーを挟み撃ちにし、絶体絶命かと思われた時、サラが現れレブ -9 を一時的に無力化する。サラは、呆然とする2人に、すぐに戻ると言い残し、レブ -9 を追って、橋の下へと降りていった。その隙にグレースは、サラの車にダニーを乗せ、サラを置き去りにし、現場から立ち去った。車中でダニーに対して父親がすでに抹殺されていることを告げる。逃亡の最中グレースは強化の副作用で瀕死の状態に陥ってしまう。薬局を訪れたダニーとグレースは駆けつけてきたサラと合流し二人はサラの隠れ家へ連れて行かれた。そこでサラはグレースを治療し、目が覚めたグレースとお互いの情報を共有する。サラはこれまでの戦い、ジョンの死、そして何者からか送られてくるメールの情報通りに現れるターミネーターを狩り続け、今回のメールでグレースの出現を知ったことなどを明かした。グレースはダニーを守るために送り込まれてきた強化人間であること、反乱を起こした存在が AI、リージョンであることを二人に伝える。サラは話をまとめ、ダニーは自分と同じく抵抗軍の指導者の母親となる存在であると推測し、協力を約束する。グレースが司令官から教えられていた協力者とサラへのメールの送り主が同一人物であることを知った3人はアメリカへの入国を決意。ダニーの叔父の協力を得て国境を越え、レブ -9 を危機一髪で退けた3人はヘリコプターでメールの発信源とされるテキサス州ラレドへ向かう。そこで3人が出会ったのは、かつてジョンを抹殺した T-800 だった。T-800 は3人に対し、自分について詳しく語った。カールと名乗り、家族を得たことにより、両親が芽生え、ジョンを殺したことに対する後悔と自責の念から、自らが感知したタイムスリップの予兆をさらに伝えることで、彼女に生きる目的を与えようとしていたのだった。そして一行は、キルボックスで待ち構えレブ -9 の破壊を決意する。レブ -9 を破壊すべく、サラの旧地である、米軍少佐と接触し、EMP を入手するが、そこへ、レブ -9 が、ヘリコプターで強襲。一行は、輸送機で上空へと逃れるが、EMP が破壊されてしまいレブ -9 を止める、有効打を失ってしまった。それでも困難に立ち向かおうとするダニーに対し、グレースは抵抗軍の指導者になるのはダニー自身であり、リージョンの反乱によって孤児となった自分を助けてくれたのも彼女であると真実を明かした。その直後空中給油機を奪取したレブ -9 に追いつかれ、衝突の末に2機はダムに墜落する。直前に班 B で脱出し、水力発電所のタービン室まで逃れたダニーたちは、この場所をキルボックスと定めた。レブ -9 と激しい戦闘の末にグレースは重傷を負い T-800 も機能を停止する。満身創痍となりながらもダニーを抹殺しようとするレブ -9 を前に瀕死となったグレースは自らの動力源パワーパックを武器として用いることを提案し拒絶するダニーを解き伏せてパックを摘出させて息絶えた。大切な人々を失ってしまったダニーは、怒り狂いレブ -9 へ挑むが一蹴され、窮地に追い込まれてしまう。絶体絶命の中、再起動した T-800 の助力でダニーは、レブ -9 の頭蓋骨格にパワーパックを突き刺し、T-800 はレブ -9 を引きずり発電所のピットへと落下し、ジョンのためにと言い残し互いに機能を停止した。2019年4月4日にラスベガスにて開催されたチネマコンに登壇したアーノルド・シュワルツェネッガーやリンダ・ハミルトン、マッケンジー・デイビス、その他スタッフによれば本作はターミネーター2に残してきたものを再開する物語とされている。リンダは出演の依頼に6週間ほど熟考する時間をもらった上でトレーニングを積み撮影に臨んだ。ターミネーター2当時と同じく現場では腕立て伏せや懸垂を重ねてシュワルツェネッガーを驚かせた。23日にはターミネーターシリーズの映画化権を持つスカイダンスメディアの株式を取得した企業テンセントピクチャーズが共同制作に加わることも発表された。2019年5月23日に最初の予告編が公開され、同年8月29日に2つの予告編が公開された。また、決め台詞の I'll be back は前日の通り今作にも登場する。2020年3月4日には DVD とブルーレイディスクが同時に発売された。いずれも複数の特別収録があり、数々の未公開シーンも収録されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには300件以上のレビューがあり、批評家支持率は 70%。観客満足度は 82% と高い評価となっている。平均点は10点満点中 6.2 点となっており、インターネット総合評価では、批評家による加重スコアが100のうち54、観客によるスコアが10のうち 3.9 となっている。イグノは10点満点のうち8点をつけ、は、前の3作がつまずいた点で成功し、クリエイティブ性においても、商業面においてもフランチャイズを良い状態に戻しており、ジェームズ・キャメロンによる初期2作の成功点を巧みに活かしながら、初登場のキャラクターたちと新たな危機を作り出し、人類の発展に困難な課題を突きつけていると評した。2019年11月1日にアメリカ合衆国で世界初公開された北米初日、興行収入では当初の予想は$4000万だったが、$1060万に止まる。そのため、制作費の$185,000,000に対し、このまま大きな巻き返しがなければ、$1億の赤字計上となる可能性が2019年11月初旬の時点で浮上していた。広告宣伝費等を加味すると、損益分岐点は約4億8000万ドルと見られていたが、世界興行収入は最終的に2億6100万ドルに止まっている。日本では劇場公開開始に際して行われた YouTube での本編映像一部公開に加えて、シュワルツェネッガーら主要キャストたちの来日、記者会見、ジャパンプレミアが功を奏し、興行通信社による全国映画動員ランキングでは2週連続で1位を獲得した。また、日本の累計興行収入は約 23.5 億円となっている。ジェームズ・キャメロンは人間と人工知能の関係を描きたいと、ターミネーターニュー、フェイトの続編の実現に熱意を燃やし、早くからターミネーター2の正当なる続編である本作を皮切りに新たな3部作のプロットをすでに完成させていたことを明かしている。米コライダーの取材にてキャメロンはターミネーターシリーズに戻ってきた大きなモチベーションの一つは人間と人工知能の関係を描けるということだと語った。また今回では土台を作り2作目や3作目で深く掘り下げていくことになるとも述べた。また、グレース役のマッケンジー・デイビスは、ニューフェイトについて出演できたことを誇りに思っているとコメント。しかし、続編はあるのかとの質問に対し、興行収入を振り返り、本作は観客にあまり求められていなかったと思う。私たちは観客が何を求めているのかよく考えるべきと、続編についての有無をはっきりとは答えずに、やや悲観的にコメントした。マイクロソフトから発売された Xbox One、Windows 10用ソフト、Gears 5とのコラボレーションが実施された。予約特典として、マルチプレイヤーで使用可能なターミネーターダークフェイトキャラクターパックがあり、サラコナー、T-800、ベクターランサースキン、7日間のブーストなどを含む。これは現在ストアにて、有料配信も行われており、ターミネーターダークフェイトキャラクターパック2には、マルチプレイヤー用のグレースとレブ-9を収録している。ありがとうございます。